はい、ということで今日も元気よく社内の勉強やっていきましょう。今日は岩倉使節団って何っていうことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。岩倉使節団とは不平等条約を改正するために欧米に送られた使節になります。条約改正には失敗したんですけど、欧米の進んだ文化を多く学んだっていう特徴があります。それでは具体的に見ていきたいと思います。岩倉使節団ですね。岩倉使節団っていうのは岩倉具視っていう人をトップとして、大久保利通、伊藤博文、山口直義、木戸孝允っていう人たちが、参加した使節になります。約2年間かけて、ヨーロッパ、アメリカとかヨーロッパ、そして、その植民地、ヨーロッパの植民地とかを回ったっていうことになります。じゃあその岩倉使節団の目的はっていうことなんですけど、江戸時代の終わりに結んだ不平等条約の改正っていうのがこの一つのポイントになっていきます。江戸時代の終わりに幕府は、ヨーロッパがちょっと圧力をかけてきたのでちょっと怖いってなって、対等ではない不平等な条約を結びました。その不平等な条約、不平等条約の内容に関してはまた別の動画でやってるので、そちらを見ていただければなというふうに思います。その不平等条約、結ばれたんですけど、それをなんとか、改正したい、俺たちはヨーロッパみたいに強くなるんや、対等になりたいんやっていうことで、その改正を求めていきました。これかなり豪華メンバーだったんですね。当時明治時代っていうのは始まったばかりなんですけど、その始まった時の主力メンバーがごっそりと使節として、100何人かな、107人とかだった気がするんですけど、そんな人数が一気に政府を抜けて2年間も外国を、回っていくっていうことで、これはもう世界的に言うとかなり多分珍しいことになるんじゃないかなと思います。それぐらい不平等条約も改正したかったよって強い気持ちが現れているんじゃないかなというふうに思います。ただアメリカにまず行くんですよ。アメリカに行って、アメリカさん不平等条約改正してくださいって言うんですけど、かなりあっさりと断られます。いやいや日本ってっていう感じで、そもそもちょっと前まで侍が刀振り回していた、そんな野蛮な、国なんでしょみたいな、そんな国と対等とかちょっと考えられないんですよとかっていう風に言って、アメリカであっさり、断られます。いやいや法律も整備されてないんでしょ、なんかちょっと反発政府でちょっと独裁的な政治やっていて、ちゃんといやいや俺たちと対等になるなら法律とかしっかりしようよ、近代化もだってまだまだじゃん、俺たちと比べて全然近代化してないじゃんっていうことで、交渉は決裂します。なので、岩倉使節団は、条約改正は無理だったということで、そこを諦めて、じゃあせっかくアメリカに来たんだし、ヨーロッパに来たんだし、欧米から学べるだけ学ぼうっていうことで、アメリカとかヨーロッパの国の仕組みとか産業社会状況っていうのを、視察していくことになります。で、後にこの岩倉使節団のメンバーっていうのは日本の近代化に、大きく活躍していくことになります。そのヨーロッパで最新鋭の技術とかその仕組みっていうのを学んで、あ、じゃあこれって日本に取り入れることできるよね、あ、なんか日本でこうやったらうまくいきそうだなとかっていうふうに、帰国後活躍していくことになります。はい、で岩倉使節団いろいろ学んで2年間か、経って帰ってきたんですけど、帰ってきた時にその留守政府って言って、その、主要メンバーがいない、日本にいない間、その留守を預かっていた政府っていうのはじゃあどうだったのかっていうと、その留守政府の中では、韓国ぶっ倒そうっていう動きが出ていたんですね。もう武力でも韓国支配しちゃおうよとかっていうような考え方がなっていたんですけど、その韓国ぶっ倒せ政官論だって言っている留守政府の人たちと岩倉使節団で外国から帰ってきた人っていうのは大きく対立していくことになります。留守政府としては韓国をとりあえず支配下に置きたい、しかしこの岩倉使節団はいろいろ勉強してきた結果、とにかくもう早く近代化しなきゃマジでまずいよと、本当に日本とヨーロッパってめっちゃ違うから、このまま近代化遅れちゃうと植民地支配されちゃうよ、まずいよってなっていたので、いやいや政官論どころじゃないってっていう風になります。その結果岩倉使節団にいた元主要メンバーと預かっていた、留守を預かっていた政府で対立していって、結局、その政官論を言っていた留守政府の人たち、が、政府から出ていくことになります。それが、板垣退助と西郷隆盛、この二人が、二人をメインとして政府から、たくさんの人が出ていくことになります。
はい、ということで今日は岩倉施設さんについてやっていきました。まず不平等条約をなんとか改正したいっていうことで、当時はもうかなりの主力メンバーがその条約改正のためにヨーロッパ、アメリカヨーロッパを訪れたんですけど、全然もう無理っていうふうに言われたんですね。まあただそれだけじゃもうせっかく行ったんだしっていうことで、ヨーロッパの進んだ文化をとにかくたくさん学んでいこうっていうことで、いろいろ勉強して、その後の明治時代、近代化していく中で、大きくこの岩倉施設のメンバーっていうのは活躍していくことになります。